先制はヴァンフォーレ甲府、キャプテン山本。落ち着いてますね。冷静に PK を決めましたヴァンフォーレ甲府、ホームでまずは先制ゴールです。いや、この1点は大きいですけれども、データ通りいくとまだまだ安心できないのが甲府ですよね。前節に続いて先制ゴールを奪ったヴァンフォーレ甲府です。関もしっかりと反応はしていたんですが、